今日はニキビで悩んでる方必見のメンズメイク動画です。どうもプロのタクことアクニャンです。メンズメイクバレない毎日メイクを紹介したいと思いますとにかくバレないメンズメイクが知りたいというコメントをたくさんいただいたので、メイク結構してるんですけど、6人ぐらいに今日メイクしてたんだって言われたことがあるので、結構バレないと思うので何人中だよっていうのがあるんですけど、それではエビバディゴー。じゃあノーメイクになりまーしょ。これブス？あんまブスじゃない？ごめんなさい、ちょっとおブス。ちょっとブス？大丈夫？ちょいブス、ね、初級編のちょっとプラスアルファみたいな、星5でいううちのレベル2みたいな感じのメイクをやっていきたいと思います。カラーコンタクトしたいと思います。この渡辺直美さんのやつですね。薄い黒みたいな感じなんだけど、学生とかはめっちゃいいと思う。すごいナチュラルな黒なんだけど、透明感があるっていうか、まあ、人が多分こことかへっこんでんのね。なんか影になりやすいから、ちょっと明るい色を入れた方が良くて。彫りが深いって言いたいの？あ、そうです。つまり日本人離れした彫りということで、はい、遠回しにそう言いたかっただけ。はい、お願いします。どうだろう、わかるかな。あくやん。まずですね、下地です。あれ、整理整頓するためにメイクボックスに入れてる。全然特に何があるか分かんないっていう何のためのメイクボックスなんで。あった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 、ありました。で、大体あったっていうの、はい、いつもイプサのコントロールベースブルーを使ってます。青色系なんですよ、色味が。ニキビが広がった時は、わしはやっぱちょっと緑がかったものを使ってて、単純に肌を白く見せたい、ワントーン明るく見せたい、透き通って見せたいっていう人にこの青がおすすめになります。一般的に多分みんなクッションファンデを使ってる人が多いと思うんですね。で、僕もクッションファンデは一応まあ持ってるんですけど、結局やっぱね、一番いいのはリキッドなんですよ。リキッドっていうの液体のタイプね。こういうのっていろいろ売ってるんですよ、ドンキに。例えばケイトとかのもあったりとか、結構それを使ってるメンズの方も多いんですけど、何が重要かっていうと、このね、筆で塗ることになります。上が真っ平らのやつを選んでください。そうすると全体的にこう当てられるので、メイク初心者の人でもムラなく塗れるかなと思います。かつバレにくいメイクになります。コスメデコルテザスキンリキッドファンデーションロー。僕ちょっとまだやっぱ赤みがあるので、肌のそれを抑えるというか消すために、若干黄色みがかった色をファンデーションで土台で塗っていくんですけど、ちょっと黄色っぽく見られたくないよみたいな感じで思う人もいると思うんですけど、大丈夫、最後白い粉をかぶせるので黄色が目立たなくなるので頬とかに乗せたのをちょっとこう下に引っ張っていくみたいな感じですね。赤みが出ちゃうので、鼻も塗ったりとか。これは本当にいいよ、薄付きで。もうだってほら、もう出てこないもん、使いすぎてこれで3本目ぐらいですね、僕が使ってるのは。なんか男の人の場合はとにかくテカリを抑えた方がいいです。汗ばんでるとか、めっちゃテカリ顔って思われちゃうから、基本的に頼む時とかは一番マットのものくださいっていうので、ちょっと粉っぽい感じに仕上げていくのがいいと思います。で、気になる方はコンシーラーですね。僕の場合は MAC を使ってます。コンシーラーはね、どれも変わんないと思う、機能性。ただなんかこれだけ覚えておいてほしいので、コンシーラーって置いてすぐいじらない方がいいです。ちょんってつけたら若干放置すると定着するので、ダブルクリーミーしか勝たん。はい、そしたらなじませていきます。あくやん。で、続いてアイメイクに行きたいと思います。コフレドール 3D トランスカラーアイ&フェイス BE21 番です。モカピーチっていう色になるんですよ。ちょっと K-POP っぽい色なんですよ。目の周りがまだやっぱちょっと赤茶系のが流行ってるから、そういう意味でもこの色はすごい良くて、目の上側、涙袋も塗ります、全体的に。で、これね、メンズの人におすすめな理由が、めちゃくちゃ薄付きなの、色が。なんか言い方悪くするとね、あんまりつかないんだよね。ちょっとずつ微調整しながら塗れるから、そこがおすすめです。僕は最後ですね、目尻を伸ばして目を大きく見せるっていうやり方をしてるので、ちょっと目尻の方にも若干伸ばします。目尻の方まで塗ります。で、あと涙袋ですね、うってやって高くなる位置にこれを塗ります。バレたくない人はあんま濃くしない方がいいです。やっぱアイメイクやると一気に、あ、メイクしてるなっていうのが分かっちゃうので、気持ち、できるかできないかは別として、気持ちとして持っていってもらいたいのは、若干目尻の方が濃い方が可愛いです。今ね、ここのね、目尻の三角形を若干色濃くするのが流行ってるので、だから最初に目尻塗っちゃって、それをまあこっちの真ん中に持ってくぐらいでもいいかもしれない。そしたら涙袋を描いていきます。僕が今使ってるのはこのビセですね。ビセの何がいいかって、ドラッグストアで買えるってことだね。で、右から2番目の色を使います。細い方を使っていきます。もうほんと先っちょだけでこのシャドウの部分を描いていきます。
涙袋を描くことによって本来のこの目の大きさがここまで認知が拡大するから大きく見えるので絶対やった方がいいです。涙袋はただやりすぎは注意ですよ。で一番右の色を使っていきます。三角ゾーンがあるんですけどそこの三角ゾーンを塗ってきます。釣り目ではないんですけどきつい印象を与えがちな目なので垂れ目寄りにします。ここの三角形を塗っていくと、これで涙袋がすごい出てるのがわかるでしょうか。もう一段階大きく見せたいなっていう人はこの高くなってる部分にハイライトを入れてください。もうずっとこれ使ってるんだけど、こちらのエチュードハウスのやつのハイライトの部分を高い位置に塗ってきます。でちなみに鼻先も高く見せたいので鼻先にも塗ります。ここの3箇所ですね、基本ここら辺を前に出したいのね、顔の印象として。こっちは茶色くしてここら辺を明るくする人もいますね。ほいでこの眉毛は基本的に毛流れに沿って塗ると、で今度逆サイに行く。でポイントなのがですね、眉毛の色は髪の毛の色よりもちょっと暗い色をした方がいいと思う。眉毛の方が明るいとね顔がでかく見えるんよ。私の顔はここまでですよっていうのをね示してくれてんのね眉毛って。それがなくなっちゃうことによってなんかすごい顔がねなんとなくでかく見えちゃうから、これは気をつけてほしい。あくやん、ノーズシャドウいきたいと思います。高く見せたいところに白、低く見せたいところに茶黒を入れるっていうやり方なんだけど、ここをね全部ビヤーって茶色くする人がいて、これマジでメイク下手な人に見えるからやめた方がいいです。で逆に平坦な顔に見えちゃうので、やる場合は眉間とあと鼻先だけで、ここはね開けた方がいい。まあ、正直なこと言うと若干ここが人より高いのでここはやってないです。もうここだけ。ただ僕は笑うと鼻が横に広がるタイプなので、ここはすごい嫌なので黒く塗りつぶします。黒をこういう感じで塗って、でこれをなじませてきます。で若干こう上に行く感じで、鼻が綺麗だとめっちゃ全体がうまくいく。ちょっとここも塗ってるわし、ここが暗くてここが暗くてここが明るかったらおかしいじゃん。なんかここも一応つじつま合わせで塗ってる。あくやん。で次唇です。唇はもうねニベアが一番いいと思います。結局なんか持ちやすいし、カメリアピンクっていう色を使ってます。唇の線は縦にできてるんで横に塗らずに縦に塗ってください。僕のこれは個人的な好みなんですけど、赤っぽい唇の色が好きなんです。なんか唇が赤ければ赤いほど肌が白く見えるようなそんな印象を受けてるので、マックのマットの唇を全然テカリがないものになります。比べると一時韓国でも内側だけ色があって外側色なしみたいなのが流行ってたんだけど、僕は結構これが好きなので未だに続けてます。内側だけ塗ってこういう状態ね、内側だけ色つけて、あとはまん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 まってやってこう全体広げない、ほんと内側だけ色をつけるみたいな、そうするとなんか若干奥行きが出ていいのかなっていうふうに思ってます。で最後フェイスパウダーで締めたいと思います。コスメデコルテフェイスパウダー10番を使ってまーす。ただこれ男の子が持つにしてはやっぱ若干ねガーリーすぎるから、あとこれでかいし持ち運びにくいし、でどんどん中身って酸化していくし、なんか皮脂汚れとかが溜まっていく感じがするから、粉に関してはもう本当にザセムとかでも全然いいと思う。でこれを塗っていきます。はい、で完成でーす。こんな感じですね。元気最初はすごすぎたから別になったということで、参考になったよって思った方高評価、ぜひコメントも全部読んでますのでコメントしてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さんも推しとお幸せに。